戦争犯罪人に対する軍事裁判はその後引き続いて横浜の地方裁判所で行われております。元神岡船津捕虜収容所長古島翔太郎は1月11日判決の日を迎えてコレマン裁判長の前に立ちました。米軍捕虜ライルス・サイを不幸にも殴打、スミス一等兵を殴打した上衛装に入れて十分な注意を与えず、またロビンソン一等兵、ジェームスマン一等兵のほか多数の米軍捕虜を殴打、ブリースト一等兵に対する残虐行為、その他捕虜16名に対する虐待、これらの罪状により軍法委員会は終身刑を決定、裁判長から判決が下されました。